元3クラスを戦う MSI の山中流星22格闘している開幕前のウィンターテストで好調も開幕戦カタール GP は転倒リタイア今大会も練習走行総合19番手で予選9-1に回りなんとかトンネルからの脱出を狙う同じチームから元2を走る小倉愛 23、モドー19番手と苦戦模様。元 GP は予選を行い、ルカティのエネア・バスティア2に、26、イコール・イタリアイコールが今季初、通算2回目のポールポジションを奪った。山中が厳しい表情を浮かべた。前戦からセッティングを変えたんだけど、それが失敗。2日目の練習走行にセットアップを持ち越してしまった。 初日の路面コンディションが非常に悪く、最初のセッションで走れなかったことも響いた。開幕前のテストでは今大会のアルガルベ、第4戦スペイン GP のヘレスで改装も、10日の開幕戦カタール GP は散々だった。なぜかウィンターテストの走りができなくなった、と予選15番手、決勝は点灯リタイア。今大会もここまでは、 その悪いいい流れを払拭できていない開幕戦後に日本に戻り花粉症に苦しみながら6日間のバイクトレーニングなんとか現状打破のきっかけをつかもうと残るは予選セッションだけ9 1でセットアップが決まればと悲壮な覚悟で挑む。